皆さんこんにちは、こんばんは。先日コミュニティで挑戦士シールが勝手に剥がれてくることについてあげたんですけど、その時にこの未開封ボックスがしまってあったことを思い出してですね、そういえばこの未開封のボックスの中のシールってどうなってるんだろうってその時思ったんで、今日は中のシールをちょっと確認してみたいと思います。これは第11弾で異次元のパワーアップっていうシールなんですけど、これ確か3年くらい前だったかな、もう賞味期限もなんと切れてたんですよね。2年以上経ってる。なのでちょっとお菓子は食べられませんね、残念ながら。ということで行きましょうか。さてオープン。まあ中身は多分何もなってないでしょう。まあご覧の通り綺麗なままですね。問題は中のウェアースは多分3年ぐらいじゃ何もなってないと思うんですが、シールが気になるね。ちょっと開けてみます。では気になる中身見ていきます。ん？お、ウェアース綺麗だな。まあ綺麗かおお、懐かしい、このドラゴンボールスーパー。まあいいかそれはいいんだ、それはいいんだよ、シールだよ。わあ、どうなってるかドキドキする。いきます。えい、あ、やばい。あ、見えるかな。は、剥がれてないこれ。あ、剥がれてる、思いっきり剥がれてる。わあ、ちょっとウェハースの粉はたくいます。ちょっと噛んだ、思いっきり剥がれてます。いや、ちょっと袋の上からじゃ分かりづらいんで切ります。切って直接見たいと思います。さあこれでどうでしょう、わかりますか。思いっきりシールが、ご飯ちゃんのシールが剥がれて、台紙のこの接着面が見えてますね。下の方はちょっと見づらいかもしれないけど、この端っこが特に剥がれてきてるかな。このここは大丈夫かな。特に上がやばいです。横は剥がれてないか、上下だけっぽい。ちょっともう一つ開けて見てみます。次はどうだろう。あ、悟空ブラック、さっきのご飯ちゃんよりはそんな剥がれはひどくないかな。これもちょっと出して見てみます。悟空ブラックのシールはこんな感じ、見えるかな。ちょっとピントが合わせづらい。これはさっきのご飯ちゃん、これと比べて一応マシか。まだマシな方か。下も、あ、微妙に剥がれてるな。まあ剥がれてることには変わりないんで、まあダメだこれもダメだ。悟空ブラック君はもうダメだ。これもしかしたら全部剥がれちゃってるかもしれないです。ちょっと3つ目も見てみよう。これ剥がれてんだろうな。次も、お、ブロリー、ブロリーが出た。あー、うん、このブロリーもさっきの悟空ブラックと同じ感じで剥がれてますね。ちょっと微妙に剥がれてるって感じ。こことか剥がれできてるっていう感じかもしれない。すべて開封してみたんですが、見てくださいよこれ、剥がれてるじゃないですか剥がれてたよ。で、これがノーマルの皆さんで、これがスーパーレアのお二人で、これがブラックレア。このかっこいいブラックレアまでも剥がれてましたとさ。で、なんと、ゴッドレアが2枚出たんですけど、なんと、なぜか剥がれてなかったんですよ。なんで？まあでも、よくやりましたね、ゴジータ、ブロリー。このノーマルとスーパーレアとブラックレアの3種と何か材質が違うんだろうか。なんだろう、この違いは何？
さ、もしかしたら何か材質の違いがあったりするのかもしれないですね。まあでもね、このゴジータとブロリーが剥がれていなかっただけでも私は嬉しい。で、このシールは私が部屋に飾ってあったシールなんですけど、これ、スーパーの一段、スーパーになってからの一段目のレアのシールのパンちゃんなんですけど、パンちゃんとこれ、すごく可愛いなと思って飾ってあったんですが、なぜかこれ、全く剥がれてなかったんですよね。まあ良かったんですけど、謎。すごく謎。これ、普通に、開封して、このままで、このままの状態で飾ってあったんですけど、なんでだろう。これも何か材質が違うのだろうか。ちなみに、このシールは、挑戦士シールの一番最初の第1弾のシールなんですけど、この2枚は剥がれてなくてよかったんですけど、このシールどうやって保存してたかっていうと、カードと一緒に保管してたんですね。カードは湿度に弱いっていうことだったんで、湿度管理をされた場所でカードと一緒にこのシールも入れておいたのがもしかしたら良かったのかもしれないです。それにしてもブロリーめっちゃムキムキやな。そしてブルマめちゃかわ。このファイルもカードと一緒に湿度管理された場所に一緒に保管してたんですけど、スリーブに入れてファイリングしているっていうのも何か関係してるのかもしれないですね。この辺も全部大丈夫だったんだよな。一応全部チェックしたんですけど、このめっちゃかっこいいブロリーなんかも大丈夫そう。全然剥がれそうな感じもなく、みんな無事です。ほんと大事なコレクションなんでね、剃ってきちゃったらめっちゃ悲しいし、いや無事だったから良かったものの、やっぱ保存方法が良かったのかな。何なんだろう、謎ですね。やっぱ湿気なのかな。ちなみにこの身勝手の悟空めっちゃかっこよくてお気に入りです。ちなみにこのシールは身勝手の情報が出てない時のだったんで、この後ろがノーデータっていう風になってて、いやーすごくいいシールですね。これがさっき開けたボックスのシールなんですけど、全然剥がれてないし、剥がれてくるような気配もないです。動画ではやってないんですけど、もちろんこの今のね一番最新の段もこんな感じでフルコンプできました。シークレットがピッコヨさんということは、ピッコヨが大活躍する映画なんでしょうね。すごい今から楽しみです。皆さんの挑戦士シールの保存方法などよかったら教えてくれると嬉しいです。それではまたねー。